前半終盤のフリーキック。これが FIFA 主催の大会で初めてのビデオ判定となり、西へのファールが認められました。アントラーズがペナルティーキックを獲得します。これを土井が冷静に決め、前半を1対0で折り返します。そして後半の38分でした。柴崎のクロスボールに遠藤、ヒールキックで押し込みました。さらに終了間際には途中出場の鈴木のゴールで突き放します。アントラーズ、アジア勢初の決勝進出、クラブチーム世界一にあと1勝です。